どうも、アクションさん、タクト、アイスト、ジョーちゃんです。はい、ということで皆さん、はい、あ、第1回日本食 VS アメリカンフーズ24時間どっちのが長く食べ続けられるか対決ということで、1時間ごとに帰ってくんには日本食を、うん、タクくんにはアメリカンフード最高を与え続けます。はい、まあ1時間ごとに完食してもらうんですけど、それをもし完食できなくなったら勝敗が決まります。なるほどね。これ完走したら勝負は？完走したら俺アメリカ行くわ。あ、すごい。完走したら24時間ですからね。明日の今までだからね。まあそうだよな。ということでやっていきたいと思います。それではエアウンス炒めよいしょー。何がこれかな。ジャンキー系だろうな。じゃあそんなジャンキー系を求めてみて、これハンバーガー、100円ハンバーガー、だ、うん、え、100円じゃん。同じく生えてくる100円おにぎり。なるほどね。あ、マジこれ一緒ぐらいだ、ね、一緒だ、ほんとに。いくよー、1時間よいしょっとー。これ1時間か。ここまでおにぎりを作るのが下手な方が下手だ。うまっ、うまい、うまっ。いい感触。うん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。また1時間後に会おう。炒め、お腹空いてる？めちゃくちゃ空いてる。空いちゃった。変に食ったからは。あ、逆に、逆に空いちゃって今。はい、タケ。フライドチキン。うぃー！早手。はい。天ぷら。はいはい。なんで2個なの？そういうところには突っ込まない方がいい。ね、買ったら2個入りだったな。お、無限だから。野菜。確かに。じゃあどうぞ。いただきます。はい。うん、うん。うまっ。うまいな。おめえっす。めちゃくちゃおめえっす。大丈夫、バランスはとっく、うん、ここ耐えようぜ。まあ、2回目は。手がとってもよかったでした。まあ、ちょっとゆっくり食っちゃったけど、結構かかって15分ぐらいかかって、まあ、2周目にふさわしいんじゃないですか。それでは、3段目。いや、あーなんか1時間早いな。ハヤテ君から。うん。ハヤテ君、こちら。いいなぁ。それ羨ましい。おっとっていい。マジじゃん。いや、いいね。いいなぁ。しかも。いや、タック。ちょっと待って、これさ、これ見覚えあるんだよね。いや、まあ開けてくれよ、楽しみ。これさ、見えとるやないか。あれ、これコストコだよね。これコストコのホットドッグだよね。買ってきた。俺の2本余ってさ、持ち帰ってきたやつじゃん。これ、冷蔵庫にあったやつやん。じゃあどうぞ、食べてください。いただきまーす。終わりだ。うまっ。ラストお一つです。うん、あ、めっちゃ日本食食いたい。うん、ごっそうさまでした。あー、4次元目もう授業みたいに行きます。はい、一品目こちら。ほら、おそばですか。俺思ったけどさ、ジャンキーってさ、そもそもがほぼパンだよね。米あるわけねえだろ。じゃん。おお、おお、3枚。でもちっちゃいから実質1枚。確かに、もうちっちゃいわ。お食べくださーい。いただきます。いただきます。うん、うまっ。あ、うまっ。おやつにもいいし、朝飯にもいいし、小腹が空いたりもいい、何でも合うピュアですね。そばが入る。さっきのかき揚げと食べたらいいね。あー、うん、これじゃん。じゃあ戻そう。戻そう。ただ何分目なんない、実際結構なんだかんだ食べてると見ちゃって2だ。ちなみに俺は6だね。何で、どういうこと。なんて君らには分からないように俺は裏で韓国料理を売ってる。うん、いや、これはないです。なんか日本食ってさ、バリエーション多すぎるの。俺ほぼなんか味似てんだよ。めっちゃしてアメリカの人ばっかりしたみたいですよ。いや、多分ね、ちゃんと調べればアメリカもレパートリーはある。俺らの知識が浅すぎて。あ、でも、ウボンゴだ。違う、なんだっけ。ウボンゴはボードゲームだ。前らにやったやつ。ガンボ、ガンボだ。ガンボはアメリカ料理らしい。アメリカだったっけ。あら、アメリカ。ガンボはガンボもアメリカ。あ、はい。あ、余裕ですよね。うん、全然余裕です。で、イエーイ、5時間目。眠い。いや、これタク、うわ、これはハヤテがよく食う。おう、企画の時のケーキドーナツじゃないか。800キロカロリー。こんな時間にこんなカロリー取らせるんじゃねえよ。いけ、ハヤテ。
お得用蜂蜜入りカステラ切り落とし。まだここで積んでもらう。おお、ラッキー変わってんだ。いただきます。使いそうだな。いやこれはさすがに、さすがにね。カステラ実は大好物なんですよ。やべえっす。あ、なるほど。あと何分？あとね。いやシュークリームってどこ？ワンチャン日本百来。いや、日本じゃ厳しいんじゃない、あれ。してた方を次、半分に。トルコ、ベルギー、イギリス、ロシア、フランス、正解。うわということで、次の料理は僕が半分食べたい。やった。でもその前に今これが終わらせられるかどうか怪しいんだ。フランスなんだ。まあ確かにあのちょっとあのクッキーっぽいとこフランスパンがあるもんな。クレアおばさん的なやつ。そう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 。クレアおばさんはどこなの。クレアおばさん。クレアおばさん。違う。クレアおばさん。あれ。これハヤテが当てたら、うん、先に一口食わせられる。うん。ハヤテが当てたらハヤテの半分取り消す。え、クレアおばさんなの？ステラおばさん。ああ。ステラおばさんが何人だったか。ああ、まあまあでもいいじゃん。いや結局そこで作ってるってことはそういうことだよ。ステラバーはでもな、感覚的にはな絞られるんだよ。アメリカ人。正解。やだ。これは本当に決まってんだろ。タイミングだぞ。めちゃくちゃおばあちゃん。めちゃくちゃおばあちゃん。めちゃくちゃおばあちゃん。次はちゃんと食べてくれ。意味なかった。普通になった。この人とか悪いねが、あと2、3分で次は取ったんで。どうだったわ。すごく来たな、これ6限目国語待って、やばいなってんじゃん。ついなビッグマックかー。たくんくん、じゃあ出てあー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 牛めし。え、牛カルビやるケーキ。おい、じゃあ待って、俺5分前ぐらいだろ、クッキー終わったの。ちょっと待ってな。キャノンさ、キャノンピンみたいな感じで、トゥン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 トゥー、なんだっけ。インテル、インテルは入れる。バイサルジョンソンは違うか。ジョンソンエンドジョンソン。これ2位残るな、あれ。トゥインウィンウィンティン。ソニー、ソニーはソーでしょ。ソニー。あー、そうだ。トゥン、トゥン、トゥン。そんなのあったっけ。トゥン、トゥン。もうあの、DSI の。昨日も一緒に来ないんだよ。ゲームボーイアドバンス。あ、ゲームボーイアドバンス。トゥル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 。あ、使いたいよ。めっちゃ食べるじゃん。いいな、それ積んじゃいました。ロゴの話で一笑いしたらちょっと増えてみます。なあ、もうさ、もう、もう、もう、あと何分？あと1分終わったんじゃん。終わりなんだよ、それは。70ゲーム目。はい。1試合目何食ったか覚えてない。はい、先ほどうどん。うわあーあーらなんでだよ。ああ、何してんの俺は。一生拾われない動きをずっとやり続けるのはどうよ。わかんない、わかんない、怖いこの人。いや、そんな分かってんだよ。そんな分かってんだよ。やばい、なんかずっと頭の中でさ、福君が一生に話してるわけをしたって言って、ずっと。はい、完食です。あと7分です。7分自分の惨めな姿を見せるのか。諦めまでないで最後まで頑張る。これ日本人のあの美徳だって言われてるし。違うんだな。俺はその意見に反対する。義務だ。やったー、俺の勝ちだー。出られー。いや、24時間嫌だ。24時間続けてたまるか。いや、ほんとに。では次の動画でお会いしましょう。さよなら。本日も
ご視聴ありがとうございました。日本食は比較的食べやすいのかなと思うんですけど、これはキャパの問題だったんでしょうか。ということで次回の選択はまたもや僕とタクの勝負。今度はミスドで金額勝負。めちゃくちゃ接戦やっちゃったんで、お楽しみに。